きチャンネル。しょこんにちは。西武ライオンズ。はい。かっ飛ばせライオン。燃えよライオンズ。西武ライオンズ。覚えていますか。はい、覚えていました。もうトゥトゥトゥレトゥデー。ちょっと歌詞わかんないからやめときません。そんな歌詞わかんないじゃないですか。絶対覚えてないじゃないですか歌詞。そうだよ。はい。だってロッテだから俺。そうですよね。はい。ロッテの応援歌だったら知ってるよ俺。対西武との。本当ですか？西武には負けないぞ。魂を込めて戦え。対西武の応援歌なんですね。おおい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 、だから西武の時しかない。ない。え、じゃあ各チーム全部あるってことですかそれが。いやいや、西武にしかない。対ソフトバンクとかないわけですね。ない。対西武だけだよ。それなんか昔西武にめちゃめちゃ負け越してたから西武専用作ったとかなんですね。いや、なんでそれがあるのかわかんないけど、俺はそれが何より好きなんだよ。しかもマリンで歌うのかな。なんか俺、西武ドームの時だけやたらはっきり分かる。これ応援好きって方いるんで、絶対コメントで誰か教えてくれると思います。なぜかっていう。ということで今日ね、西武ライオンズということで、もう西武のね、もう課題は明確です。はい。これは私もなんとなく分かりますよ。そうなんですか。はい。なんですか。だって今年すごい防御率良かったじゃないですか。今までの西武とこうイメージがガラッと変わったね。ってことはもうだが課題です。でも山川打ってる。ホームラン。山川選手はめっちゃ打ってました。40本ぐらいねホームラン打ってました。でも山川選手は打ったけど。他が打たないってこと？なんかそういう感じですかね。あれチーム打率とかちょっとちゃんと見てないので山川以外のやつがしっかり打たないから勝てないってことでいいですか。うん、まあざっくり言うとそういう感じですね。違いますか。正解。ありがとうございます。よかったです。はい。もう西武のね、もう今年の課題はもう明白でね、さっき袴田さんが言ったように打つのがね、2割2分9厘、パ・リーグワーストです。ああ、打率一番悪かったのか。はい。でもホームランは118本とパ・リーグ最多です。はい。一番の問題点は、出塁率2割8分9厘、パ・リーグ5位、山川とかがフォアボールで歩かされてるはずだけども、やっぱり山川以外の選手は出塁もできてないの、結局ね。そうですね。しかも、なんて言っても、得点圏打率2割2分7厘、パ・リーグワーストです。そうなんですね。だから要はね、もう多くは山川の一発で点取ってるけども、その打線がつなって、そのどんどん点を取っていくっていうのじゃな、今年はもうないのよ。だって今年山川選手がホームラン打ったら勝つみたいなシーンはありましたもんね。そう、逆に言うとだから打たなきゃ勝てない。でも西武は代打成功率が2割5分3厘とパ・リーグ1位なの。あ、そうなんだ。だから代打陣はだからいい働きしてんだけども、そういった既存の選手たちの頑張りと得点圏で1本出ないっていう、これもう打撃陣がもう明白な課題だね。もうすごく綺麗に分かりますね、データから。でもそれでも3位に入ってきてるっていうところで、やっぱり山川のね、一発と存在感っていうところは大きかったかなっていうところと、さっき袴田さん言ったように、ピッチャーはね、チーム防御率が 2.75 とパ・リーグ1で、先発防御率 2.99 でパ・リーグ2で、救援防御率 2.31 でダントツのパ・リーグ1っていうね。ところでもう投手陣はもうね、エンスの活躍でかかったね。久しぶりに外国人選手で西武も10勝するピッチャー来たんちゃうかっていうね。で、松本で今江がね、シーズン最初からいてくれればねっていうところもあるけど、高橋光成行って、でまあ與座がね10勝して、ちょっと隅田佐藤のねルーキー2人がねちょっとパッとしなかったけども、まあ今年の反省も踏まえて来年どこまで飛躍できてるかっていう。でまあリリーフがね、まあ水上でまあ平でまあ増田っていうところでね、であとは佐々木左でね入ってきて、でまあ終盤使えてきた久保もね良かったしね。だからまあそこの頑張りもあったから3位になれたけどね、ちょっと打撃陣もっとちょっと頑張んないとね。結構怪我とかも多かったんでしたっけ。そうだね、ちょっと源田がね途中で抜けて、あの滝沢ねが頑張ったっていうところもあるけども、やっぱりちょっとねはい、打撃じゃなかなかね振るわずっていうところもあったし、うん、なかなか外野が固まらないというところもね、そうありましたし、でも外野が固まらなくてもさ、はい、近藤来るから、はい、まあレフトだね、うん、まあレフトかライト、はい、レフトかな、そしたら他誰になるのかっていうのが、だからセンターがね、はい、なかなか、でも外野手ドラフトでね、うん、取ってるからね、早稲田の、あ、そうだ、蛭間選手だ。取ってるから、だから昼間がライトっていうパターンもね、はい、あるしね、まあセンターっていうパターンもあるし、そしたらちょっともう激戦になりますね。そうそう、外野もね、取ってるから、まあそこら辺ね、うん、どうなってくるかっていう、はい、ところと、はい、ね、まああとはおかわり君もね、もうちょっとまだいけるやろっていうね、うん、ちょっと1割台じゃね、もうこのまま終わるんかみたいなね、はい、で、愛とかね、ホームラン9本、うん、まあもうちょっと2割5分以上は欲しいよね。うん、成績がね、山川選手以外のそのホームランっていうのは次多いのは誰なんですか？外崎12本、オグレディ15本、オグレディも15本というけど打率2割1分3厘だったからね、だから外国人の打線が振るわなかったね。そうですね、うん、ジャンセン、オグレディね、投手陣は本当にこのね、某高橋もね、はい、終盤いい形を投げてたしね、本田ね、はい、もう良かったし、うん、スミスね、はい、平水上でエンスもね、うん、防御率2連台で10勝、はい、ね、で渡辺裕太郎が来年ね、先発ローテーションに食い込んでくれれば面白いしね、うん、で宮川も防御率2点台ね、はい、もう良かったし、そう思うと結構やっぱピッチャー陣あんだけなんかいないって言われてたのに熱くなりましたね。そうだね、で森脇ね、はい、だからもう明らかに打線だね、そんなこと言われる時代来たんだね、西武の打線さみたいな大逆転ですね、トータル。もうね、ちょっと前まで、いやもう西武はもうピッチャー頑張れば勝てるって言ってたのに、いや打てなきゃ無理だよみたいで言うね。そうですね、しかも外国人いらないこう和製打線で、そうそうそう、だからあと渡辺君とかね成長してくれなきゃね困るしね、若林も怪我から復帰してね、今年1年リハビリぐらいの感じでやって来年どうなるのかっていうねところでもあるけどね、まあでも外野が埋まるって大きいね。そうですね、うん、まああとだから1枠2枠、うん、誰になるのかっていうと、そうやっぱり外国人だね、はい、もうこれ打線が肝だね、うん、あちょっと栗山中村っていうね、そのもう支えてきたメンバーがベテランになってきてるから、はい、ちょっとね若返りのこのローテーション、うん、交代世代交代、うん、ちょっとうまくいってないね、西武はちょっと若手の突き上げがね、うん、野手は特に、はい、だってもう外野なんて岸、鈴木将平みたいな、川越みたいな、もう毎日誰出てんのみたいな、はい、ちょっと日替わり的なとこありますからね、でこうパチって決まらないでね、でまあショートは現代で外崎もね、怪我から復帰してっていうね、もうちょっとね2割1分5厘だからね、打率をもうちょっと上げてほしいというと山川で DH がいないからね、栗山入ったりもしてるけどね、そこら辺にカチンって外国人ね、カブレラみたいなのがね、はまれば、で金子祐二がね、2割7分7厘でちょっと打率を上げてね、これぐらいの打率でね、盗塁30個ぐらいしてくれればいいんだけどね、ここら辺がどうなるのかっていうね、ところもあるけどもね、もう来年はだから外野に近藤、あと2枠誰が来るかだね、だからもう金子がね、2割7、8分で盗塁30個できればね、かなりいい選手で結果残せるんだけど、そこどうなんやろうっていうところもあるけどもね、鈴木君、頑張ってほしいけどな、頑張ってはいると思うよ、結果出てないだけで、でも2割5分、安定感欲しいね、そうです、安定感、いいとこで打ったりするんですよ、いい活躍、たまにしちゃだめだよ、毎回ね。そうそうそう、もう平時常に80点選手にならなきゃいけない、100点、60点、50点、30点、100点、80点、90点、70点、60点みたいな。だずっと80点、90点をこう、そうそう、ずっと80点でいいから出せる選手がレギュラーになっていくから、そう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 、そこら辺でどうなるのかっていうね、でウネンディもね、去年良かったけど、今年ね、それもう一年、あとポジションがね、ちょっと怪我人が少なくなって出るところ、でもサードとかいけるからね、だから打撃陣、ちょっともう一踏ん張り、二踏ん張り、山川がホームラン打てなくても勝てるぐらいのことをしなきゃいけないから、でもさ、近藤、山川ぐらいになるからね。そうですね、その出塁率高いから、それ山川にもっとね、相手にプレッシャーを与えることになるから、この近藤の出塁率の高さっていうのが山川を生かすことになるからね、この配置はいいかもわかんないね、そういった意味ではこの打線の絡みがくなんで、もう一枚だから山川の後ろを打つ強靭な外国人をくれたら、もっと山川がだから村上を押すなみたいなね、そうですね、ヤクルトになったらもっと山川が生きることになるから、3番、4番、5番、5番の外国人をね、どこまで取ってこれるかがキーだね。そうですね、じゃあそこも結構ポイントですね。そうで、ピッチャー陣は若いからね、ここからぐっとあって、あと増田が若干ちょっとふわふわしてるからね、そこら辺もう一人なんか感覚って出てくれればね、面白いかなっていうところはあるけども、まあそこだね、来季に向けてはね、まあ明白でしたね。そうだね、だからそういったところはね、ライズオンドハンの皆さんね、どうですか。はい、ということで、西部編ご覧の皆さん、最後にちょっと付け加えておきますね。いろいろ行動ね、ありましたからね。ということで何回も、近藤が西部に移籍すると、断定しててすいません。それとですね、現役ドラフトでね、陽川選手が、西部に移籍するということでね、三塁に陽川選手がハマるかもわかんないし、ね、外野っていうところもね、十分考えられますけども、これでね、打線の問題がね、ヨーカーでクリアになっていければ、ね、投手陣と噛み合って、来年ね、ひょっとしたら優勝候補筆頭になってくる可能性がね、あるという現役ドラフトもね、終わったので、まあね、ちょっと収録時間がね、時期が早かったので、プラスアルファ、このね、今から、フジテレビ収録行ってきます。ね、ちょっとコメントをね、付け足しておきました。ということで、いろいろありましたけども、西武頑張れ。